2つあって選択肢が。やだ。なんかこれが、あともう一つが、もう一つがね、これはあのカレンタンカレンタンがやってたやつなんだけど、待って、前がここで別れちゃった。昨日夜な夜なカレンタンを見て寝たんですけど、うまくできない。こうやってちょっと待って、なんかできない。アイドル前髪みたいなやつ、なんでできないんだ。ここで別れちゃった。こういうやつ、こういうやつこういう、こういうやつ、これがカレンタンがやってたやつですね。なんか違うよね。あれ？なんか違う。やっぱさ、前髪がさ、ここにあることの安心感がすごい定着してる。こういうやつ。だってうまくできない。あれだね、あれ持ってくればよかった。くし、これこれできない。ないないよね。ないわ、できない。コテもね、今持ってないんだよね。やば、持ってくればよかった。買ったんだよ、リーナ、あのコードレスのコテ、こういうやつ、こういうやつ、アイドル前髪の、アイドル前髪、リーナいつもさ七三みたいな感じでやってるけどさ、八二ぐらいか、八二ぐらいでやってるけどさ、もっとこっち、もっとこっち側のやつがあるの。そう、コードレス固定がある。どうどうですか。いや、めっちゃ嫌だったえ、だから今やだから会場に行ってできるかなっていう。四色マシュマロありがとう。え、これはいいよ、これは別にいい。あるもん前髪これは大丈夫。もうちょっとこっちなんだけど、とね、固定がないとねできない。ここでもっとくるんってしてるやつ。ちょっとカレンタン見てくれればわかる、こういうやつなんだなって。ここら辺だよね、ここら辺
ら辺でもっと巻きがついてるのがカレンタン風前髪。2.5 ハート音符ありがとう。インパクト、え、そりゃそうだよね、おでこしかないもん。明日よろしくお願いします。そうだね、待ちに待った、よろしくお願いします。かっこいい、かっこよかった、本当。ハートありがとう。大人っぽい、あ、それはそうなるよね。でもさ、童顔というかさ、そもそも子供だからさ、まあ幼い顔をしてるわけじゃん。だからあんま似合わないと思うんだよね。ありがとう。なんか似合わない人調べたら出てきた。可愛い、ありがとう。たまには、うん、たまにはって思うけど、似合わなかったらやんない方がいいよねっていう。ハートありがとう。マシュマロありがとう。なんか違うよね、ちょっとできなかった、カレンタンのやつ。ニャンシャクマシュマロ、アメありがとう。でもコテがあったらできるよ。かわいいスタンプ、尊いスタンプありがとう。かわちいかわ、かわいいスタンプありがとう。ナースツインテール最強だよね、ナースツイン最強だよねって思っちゃった。四色マシュマロありがとう、フォローありがとう。出勤前に少し、おお、頑張ってください。私は今日美容院行きます。福井さんこんにちは、ありがとう。朝ごはんまだ食べてない。リーナはね、6時40分に起きました。かわいい、ありがとう。ありがとう。ストレス爆買いでもちゃんとエモン買っとるやん。あ、それはそう。ちゃんと買った。え、ちゃんと学校のやつとかも買った。ストレスで買った。もうちょっと遅く買う予定だったのが一気に買ったって感じ。ありがとう、ね、いい感じになってきた。前髪ないってその不安、え、めっちゃ不安だよ。長さが足りない。え、そうだよね、短いのよ。でもね、今日鏡の前でさ、カレンタンしてみたらさ、そんな思わなかった、短いとか。でもカレンタンさ、メイク動画見てるともっとさ、ここぐらいまであるよね、前髪。そんな感じ。明日が楽しみ。明日はね、でも明日は前髪いつもと一緒、もう一回。なんかね、やり方に調べたんだよ。あれ、また昨日のさ、変な髪の毛が、これでこう出しすぎた。ちゃんと調べたんだよ。こう、これ取って、で、うん、やばい、入った。で、こっちの方が多い。ここで分ける。で、あ、ぴったし、お、すごい。で、なんかめっちゃ変なやり方なんだけど、ここら辺の髪の毛と混ぜる、混ぜて、ここかな。
こうする。あれ間違えた。ちょっともうちょっと混ぜないと。徹夜ですよ徹夜。夜中にちょっとやってみたんだけどね。でここでくるくるする。この時はなら大丈夫なんだよリーナ、ここにあるからここにあるからね、まだ大丈夫なので。きつくしすぎたかな、耳にかける。耳をさここに出したらさどうなる。出した方がいいかな。でこっちは一応できた。なんかもっとさ、なんかここがもっとこうなる。でこれもう混ぜる。ここに、あ、なんかいい感じにできたぞ。これはね、こっちだね。あ、どうしよう、混ぜなきゃ余り組だった。マジで昨日カレンタン見てて本当にこの子可愛いなって思った。何もかも、性格も顔も全部全部可愛い。手もさムチムチで可愛いんだよね。あれなんかなんかちょっと緩めてここら辺にかける。でちょっと余っちゃった。余ったのは普通だったらこっちにバイバイするんだけど、ちょっとね固めるやつないからしょうがないわえどうしようこれちょっと何もない。朝ねここにね固めてたんだけどどうしても出てきちゃうからちょっとなかった。なんでリナさこれこんななっちゃうんだろう。ちょっと未熟な前髪が多い。こうやってここに、あーできなかった。ここにね混ぜさせるんですよけどできなかったできなかった。こんな感じでもこの髪をするときはこうやってしたくなるこれで今日一日話しとこうかなって思ってた。え、なんかない。あ、カレンタンのポーズこういうのがあった。それにしとこ。どうですかどうですか。あれ気づいちゃいましたか。カレンタンより可愛いポーズ。え、待って待って待って、一回感想聞こうちょっとあんまだったらやめとく髪型。やだどうですか。なんかあれみたい、原始物語の紫式部みたい。
紫式部みたいじゃないこのここここが何か本当はさ本当はねこうなる前髪がよかったなんて言うんだろうこうこっちに S うーん誰がいるだろうな乃木坂のなぎちゃんって子みたいな前髪が可愛いなと思うんだけど短いからできない使い似てないけど可愛いよ似てないわそりゃ似たら似ても似つけないやばいあと4分しかないわ健康的って褒めてるのやっぱやだかもやっぱ撮るわでもさちょっと写真は撮っときたい一応資料写真で一応資料写真で撮っておきたいやだ全然ありってなんですかだったら戻そうかなどうしよう紫式部なんだけどこれどうするこちらに混ぜとくあ無理だったうん厄介だ厄介髪の毛スクショタイムどうしよう一つのポーズならいいよ一つならいいよやばいコメントどこを読んでるか忘れちゃったおおやったそう23、24の件が今日の12時まで正午ねぜひ会いに来てくださいなんかもしかしたらこれでもなくてさっきのでもなくて違う前髪もするかもしれないしいつもの可能性も高いほらありがとう別れの件かとやったたくさん会いましょう毎日かわいそうな更新ほんと4色マシュマロありがとうやばいあと2分ほらありがとうカレンタンよりかわいいよポーズなんてできないよこれにしとこううん前髪隠すのありえ暗くなっちゃったうん厄介だやばいあと1分どうしようどうしようどうしようほらありがとうおはたありがとうみんながおでこ言うの分かった本当絶対違うよみんなはちょっと刺激を求めてるいつもと違う健康的が引っかかる何を話せばいい何でもいいよご飯とかでもいいしおたともネタそれでもいいよ全然何でも質問でもいいよありがとう卵だね卵ウインク？いいんじゃないですか？やばい勝手に切れちゃうよ。下ペロってするね。可愛いよね。結果しか刑事逮捕です。やっぱやめとこうかな。やっぱやめとこうかな。終わりよ。もう終わります。またね。ティンジユニットもぜひ。